はい今回は高市早苗が語ったセキュリティクリアランスで政治家は対象外というやばい状況こちらについて考えてお話ししていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、このニュースですね見た方いらっしゃるかと思うんですがまあ、テレビで流れていたんですねで本当にこんなあね、えー、売国法案がど,ど,んど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 ん通っていきもう日本国民にとってマイナスでしかないわけですよこれどういうことかっていうと政治家をまあこの対象外とするっていうことで 要すすするるに国民だけを監視するっていうことなんですよ自民党っていうのは裏金の件で、えー、大きくです、ねえー、炎上してますが自民党の背後には東丸あるいは米がいて、まあ、こういったことを、まあ、支持飛ばしてるんじゃないかと思いますだからあの、まあ、皆さんの中ではいらっしゃらないと思いますがほとんど、ねまあ、もし初めての聞かれる方がいたら 高市さいいがどういった人間でであるるを考えるべきですよ全く支持なんてできませんからね、よくあの高市早苗が内閣総理大臣になった方がいい、こんな売国法案を通す安倍応援団が内閣総理大臣になったら、本当、日本国民が、ね、もうどうにもならない、今以上にどうにもなりませんから、まあ、自民党であれば誰も変わらないっていうこともありますが、まあ、ひどいっていうことですよ。で、これ、どういうことかっていうと、テレビでこういったことが言われていたんですよ。こういう話ですね。 内閣の一員として任命される段階で必要な考慮がされているということで適正評価の対象外であるとつまり政治家っていうのはこのセキュリティクリアランスの対象外になりますよっていうことで、うん、今まで以上に政治が好き勝手で,できますね自民党の政治家が背後にマ丸とかあ米がいて、えー、政治家はもう除外されるっていうことなんですよ。 でこのことが SNS で,です、ね、とても注目されております。どういったことが言われているのかって、うん、なぜ政治家が免除になるのか意味がわからない、うん、セキュリティクリアランスの、えーね、政治家が免除するっていうこと、するされるということの意味がわからない、で高市さないっていうのは安倍晋三とね、えーまあその、安倍応援団、親しいところにいたということで、背後に外国がいるんですよ、まあ、自民党の議員ということなんで、まあ、そうなんですけどで、何をやってるのかっていうと、全く日本の国益と正反対のことをしているわけじゃないですか。 で今の状況って分かりますよね、自民党の政治家なんて全く信用できないわけですよ。で、その自民党の政治家がこのセキュリティクリアランスの対象外っていうことで、うん、もう本当に一刻も早く自民党を解体しなければえ、日本がどうしようもなくなるわけですよ。自民党イコールマ丸ですから、マ丸があーこのね、えー、対象外になるってことでしょ。だから本当に、あのこの SNS の投稿でありましたけど、もう日本終わりだなって、実際そうですからね。 こんなおかしい話がある,わけあるわけないじゃないですか。で、そんなおかしい話がまかり通,通ってるわけですよ。そのね、セキュリティクリアランスだ、スパイ防止だ、なんだとかって言いますが、そもそもね、あのこの後にもお話し,しますが、スパイ防止法なんていうのは無理なんですよ。なんでかって言ったら、日本国内の情報っていうのは、宗主国、米とか、東丸から、えー、世界に流れているから、で、そのスパイ防止法を、まあ、持ち出してきたのは東丸ってことじゃないですか。でやってるポーズだけですよ全く何もしないからね で今回の自民党の件もそうですし、それ以外もそうですが、政治家っていうのはね、かなりうさんくさい人間がいるわけですよ。まあ、9割ぐらいと言ってもいいでしょうね。そういった人間が対象外になる。政治家が好き放題でできるわけじゃないですか。でもっと言えばですよ、自民党の政治家が僕は遠丸のね、つながってるスパイであると思ってますから。で、実際そう思ってる人多くいるんじゃないですか。安倍晋三とかそうでしょ。うん。完全に遠丸とズブズブじゃないですか。なんかビデオメッセージに出たらどうのこうのとかって言ってますけど。 選挙でで通るるのだって東丸のて、ね、て組織票を支配ししからでしょ完全につながってるじゃないですかでその人間たちを何も調べないっておかしいにも程がありますよ。日本国内の国民の個人情報が漏れてるっていうのは在日米軍の基地とか東丸から漏れるんですよ。でこれに関してですね必ず出てくるんですが別に僕は中国をあの擁護してるわけではないんで誤解がないように言っておきますか中国がどうのこうのっていうけど中国じゃないですから。 これっていうのは自民党の背後の遠丸と宗、えー、主国米の仕業なんですよ。それに全く気がつかずに、ね、ことがあるごとにその中国っていうことを言ってね、別に僕は別に中国も何とも思いませんけど、うん、まあ,あ、完全にその中国とか、まあ、その韓国とかっていうのに、ね、国民の目線を向けてるだけだと思ってるんでね。だこういった話をしたときにアメリカっていう人がいないわけですよ、ほとんどね。うん、だからそういう人ってはっきり言って全く政治なんで分かってませんから。 日本の主人は誰かって話ですよ。日本はずっと戦後数十年、主人がいるんですよ、宗主国。それが米なわけですよ、ね。日本国内にあるじゃないですか、在日米軍の基地って横田とかね、そういったところからいろんなものが漏れてるんですよ。だから日米の関係を見直さない限り、こんなことなんて無理なんですよ。それをなくして政治家を除,、ねえー、除外するとか、政治家を対象外とするって、もういかれてますよ、本当に。話にな,ならないですね、これ。 でえーまあ、ちょっと長いニュースがあるんで、まあ、そのニュースについて、ねえーまあ、考えていこうと思います。まあ、ちょっと難しいの,のもあるんですけど、で分かる限りということは、ねえー、考えていきます。この安倍晋三のときにです、ね、特定秘密保護法っていうのを、ねえー、勝手に通して、で今度です、ね、その経済安保の保護法案ということで特定秘密保護法の拡大ということを言ったんですよ。で経済のなんか漏えした時に、えーねえーまあそに、なんていうのかな。 処罰を下すというようなことを言ったんですが、このですね、まあ、特定秘密保護法とかスパイ防止を推してるっていうのは、東丸なんですよ。まあね、世界平和家庭連合っていうものなんですが、だからこれっていうのは東丸の意向じゃないですか。で、東丸の意向に沿う議員がいるでしょう。その議員に関して、今回なしですよっていうことを言ったわけですよ。で、このニュースにありますが、このね、セキュリティクリアランス、ないしはスパイ防止法に関して、 高い差ないいい前向きに取り組んんででるうすよ当然そのことっていうのは議員も入ると思うじゃないですかだけど今回はいきなり議員議員政治家を外れていたんですよおかしいでしょおかしいとしか思えないんですけど重要経済安保情報保護活用法案は防衛外交スパイテロの4分野に 4分野の情報保全を目的として2014年の特定秘密保護法の仕組みを拡大するとかって言ってるんですがまあそんなことをいろいろ言ってるわけですよ。で他国に流出するとね、えー、懸念があるために、えー、まあさまざまな省庁で重要権座重要経済安保情報に指定するとかでその情報を扱う人物を限定するって言ってるんですが政治家議員は関係ないですよって言ったと。 でセキュリティクリアランス、適正評価を導入して、えー、これに漏れた場合は5年以下の刑、まあ、に科すっていうことだ,だけど、政治家は対象外だから、政治家は関係ないでしょ、だからつまりこれ、日本国民の行動を監視するっていう、それだけなんですよ、おかしいでしょ、そして、えー、必ずこういうことを言ってるんですが、日本に関してはスパイ防止法がないんだって、スパイ防止法をわざと作らないんですよ、トーマルと米に不都合に生じるから。 うん、っていうことを全く言わずに、えーねえー、少し前に、えー、高市さないと,、えーとまあね、そのお福島みずほか社民党でいろいろ話し合ってるポーズをしてましたけど別に僕はね、えー、その福島みずほっていう社民党の人をどうこう言う気はないですけど うん、その人だってこういうことを分かってたんじゃなかろうかと思うんですよ。でもしね、えー、そうじゃないんだったら、そのことを言っていただきたかったけれど、言わなかったでしょ。で、蓋を開けてみれば高い、高てさないが、議員はあ関係な,な,いないようにしてますよって、意味が分からないじゃないですか。うん、わけわ分かんないでしょ。で、えー、このスパイ防止法とかセキュリティクリアランスは、あ対中国であるとか、なんとかって言ってるんですが、対中国かどうかっていうのも、僕は分かりませんからね。うん まあその米中の,、まあその関係があって、えー、日本と米が一丸となって、えー、軍事にまあ転用されそうな、ね、その半導体とかっていうのを中国に渡さないようにって言ってるんですが、えー、僕はそんなことは本当かどうかっていうのは分かりません。であの何かがあると、ね、別に中国のせいにして、えー、その問題を回避してるとしか思えないんですよ。だって遠丸っていう話が出てこないじゃないですか米とか。 おかししいでしょ別にその親中がどうとか、ね、その中国がどうとかそういったことではないんですよ。でこの、まあ、セキュリティクリアランスっても情報の取得は何かっていうのもわからない曖昧なまま、えー、うやむやなままっていうことで,で結局この特定秘密保護法で、えー、秘密を扱うのは13万人の、えーまあ、人間がおり97%が公務員ということなんですよ。 でなんかいろいろ書かれておりますが、半導体、原子力、人工知能、宇宙、海洋、量子、えー、軍事転用とか、えー、そういったことを書かれているんですね。まあ、それはまあ、そうですかっていう話なんですが、ここで先ほど言いましたが、あねえー、議員、政治家はあそれには入らない。うん、全く意味がわからないでしょで。このスパイ防止を求めてるっていうのは、東丸なんですよ。だから東丸が自分たちに都合の悪いことするわけないじゃないですか。 でえーまあ、その安倍晋三がです、ねえーまあ、その総理大臣になったら、ね、北がどうのこうの、中国がどうのこうのとかって、ね、スパイ防止を急げとかって言ってるんですが、このスパイ防止をっていうのは何かっていうと、えー、その政府とか公権力からの監視が強まって、プライバシー侵害の危険性が高まるんですよ、で米の意向、米の支持である可能性が高いんですね。だから、あの日本国民があの対象になってるっていうことは問題なんですよ。 別に僕たち日本国民ならそんな問題はないわけでしょ普通にしてればでどちらかっていうと例えばその政治家が情報漏洩したりするんでその政治家をね、えー、適切に対処していかないといけないんですが政治家は除外するってとんでもないざるでしょ、うん、わけはわからないと思いませんよくこんなこと普通に言ってるしこういったものが普通に通ると、うん、おかしいとしか思えないですからでこの話に関しては スパイ防止法とか、まあ、そういったものっていうのは国民監視、あるいは国民の罰則の強化とかがあるんでね、え憲法の降伏追求権があ脅かされるんじゃないかって言って、反対してる人もいるわけですよ。僕もこんなの反対ですからね、で、百歩譲って、まあ、それをするんだったら、政治家を、まあ、あそのしあの調べるためかと思ったら、政治家が除外って言ってるわけじゃないですか。 だからその政府、自民党は防衛費増額とか日本のまあ軍拡とかっていうのを言ってまあねえーまあ、情報規制からの国民全体を監視するそういったところに、えー、まあ、目を向けあの向けさせようとしてるとで議員は、ま、全く関係ないですよっていうことですよ。うん、完全におかしいでしょ。だからこのねえー、皆さんも思ってらっしゃると思いますがセキュリティクリアランスとかあの、ね、スパイ防止法っていう言葉に戻ってはいけないんですよ。あのー 要するに政府、国家でですね、国民をこう取り締まる。実際そうじゃないですか。で、えー、政治家議員はあ関係ないっていうことでしょ、うん。政治家議員は対象外っていうことじゃないですか。完全に僕おかしいと思いますけどね。で、実際これって僕はおかしいと思ってるだけでなく、あの他にもおかしいと思ってる人が SNS に投稿していたんですよ。最後ちょっと難しい話だったんで、もう一回ね、大切なことなんで確認いたしますと、どういうことかっていうと、 内閣の一員として任命される段階で必要な考慮がされるということで適切評価の適正評価の対象外とつまり政治家っていうのはこのセキュリティクリアランススパイ防止法の対象外になりますよとはい、えー、議員政治家は今まで通り好き勝手できますとまる米の意向に沿って日本国民の個人情報をどうするかわからない、うん、この件でわかるでしょ高いさないっていうのがいかに売国であるかって 口でいいことを言ってるのとは全く意味が違うんですよ。というか、今回のこの件はニュースにもなっていたんで、もう隠す気もなくなったのかなと思いますが、自民党の正体っていうのは遠る自民党の正体っていうのは宗主国米の言いなり、そのことで、えー、まずそのことを分かるべきですし、日本国民のことは全く考えていない、この自民党がもうこの政治、あるいはですね、まあ、その政権の舵を握るということは、国民にとってマイナスでしかないと、そういうことが今回の件からも分かります。 本当におかしいと思ったあ内容について今回お伝えいたしました。まあ、リスナー様もですね、こちらの件、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですし、もしね、ご存知でなかったら、ちょっとまあ難しい内容もあって、お伝えうまくできなかったところもあるんで、調べてみていただければと思います。本当におかしいですよ。売国法案がどん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 通っていくっていう、とてもやばい状況に今あると、そう思います。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたしました。